さて、パリオリンピック開幕まであと2週間余りです。バドミントン女子ダブルスに2大会連続で出場する北斗銀行の永原和可那選手、松本麻佑選手のナガマツペアが秋田市で練習を公開しました。秋田での練習は明日で最後になります。持っている力を出し切ればメダルという結果がついてくる自信があると意気込みを語りました。バドミントン女子ダブルス世界ランキング6位のナガマツペアはオリンピック前最後の海外遠征を終え、この1ヶ月ほどは秋田で練習しています。練習会場の準備なども自ら行い、限られた時間で集中力を高め練習に臨んでいます。ありがとうございます。ナガマツペアの持ち味は力強いスマッシュをはじめとした攻撃的なプレーです。最近は速い展開での攻撃を強化するため、よりパワーとスピードがある男子選手を相手にした練習を増やしています。持ち味をさらに生かすため力を入れているのがレシーブです。守備でリズムを整え、そこから前衛が相手を崩し得点へつなげる狙いがあります。前回東京オリンピックの経験を踏まえ、大舞台での緊張をどう乗り越えるかが課題の一つだと話すナガマツペア。緊張した自分にびっくりしてしまったところもあるので、やっぱ今回はもう緊張するのは当たり前だっていう思って、まあ、前回ぐらい緊張はするんだぞって最初からこう思って入っていけた方がこう強いのかなと思うので、やっぱ緊張はしてもなんとかこう自分たちのパフォーマンスが出せるように、なんだろう、しっかり状況を見て戦えればなと思ってます。自分たちの今持ってる力を出し切れればメダルにこう必ずついてくるっていう自信もあるので、まずはその結果を先に見るっていうよりかは自分たちのプレーをしっかり出した先にしっかり結果がついてくるようにしたいなと思っています。慣れ親しんだ秋田での練習は明日が最後です。バドミントン競技は27日から熱戦が繰り広げられます。